ネバダ大学リノ校は、ネバダ州リノ市に本部を置く、アメリカ合衆国の州立大学である。1874年に設置された。ロゴ同州で、初めての高等教育機関として設立され、農学、ビジネス、教育、理学、工学、環境科学、人間科学、ジャーナリズム、一般教養、医学、他、様々な学部、学科を有する総合大学である。 特に、ジャーナリズム、医学、環境科学の評価は高い。地域貢献にも力を入れており、地域の教育や研究活動にも積極的に取り組んでいる。日本の広島大学や法政大学と学術協定を結んでおり、同大学との交換留学プログラムや共同研究等を行っている。学生数16,913人留学生。 4%、教授数、1000人550人、パートタイム135人学生数対教授比率、18、11クラス20人以下の割合、33%1 クラス、20から49人、54%50 人、以上、12%数字は2007年調査だ。ジャーナリズム学部の歴史は古く、多くのプロフェッショナルのジャーナリストを輩出し、 全米でもトップクラスである。専門職大学院としては数少ないジャーナリズム大学院を運営している。大学内にテレビスタジオを有し、また、リノ市内及び近郊向けのラジオ局の放送を行っており、学生の手によって制作が行われている。教授陣には全米三大ネットワークのジャーナリスト、ピューリッツァー賞受賞者などが含まれている。2007年までに、 学部卒業生から6名、大学院修了生から8名のピューリッツァー賞、受賞者を輩出している。ありがとうございます。